石川カミルで時間飲食店で働いてます。今日は自分サンフランシスコとかあとロサンゼルスが好きなんでそういう感じで来ました。このジャケットはこれもロサンゼルスで買ったんですけど超シンプルな感じが好きで買いました。これズボンで FAT っていうんですけどブランドがポケットとか大きくてスケートとかもしやすいんで買いました。このパーカーなんですけどニュートラルっていう女の子がやってるブランドなんですけど結構男目線って言ったら変ですけどそのジェンダーレスな感じが好きで着てます。